こんにちは。今回は、困らないのコン、トリック劇場版2の特定映像、トリック劇場版2現場マニュアルを解説、ということで、皆さんはトリック劇場版2現場マニュアルをご存知でしょうか？正確には明日、トリックの現場に出ても困らない、包み組を乗り切る108の豆知識、トリック劇場版2現場マニュアルというタイトルなんですが、これはトリック劇場版2の DVD、特典ディスクに収録されている特典映像で、今回はこのトリック劇場版2現場マニュアルにスポットライトを当てて解説していきたいと思います。トリック劇場版2現場マニュアルとはどんなものなのか、一言で言えばメイキング映像ですが、この特典映像ではクランクイン前日から包み組を乗り切る豆知識を108つ紹介していくというテーマで、この1本で約30分の映像になります。この1本だというのが少し重要なんですが、これは後で解説するとして、メイキング映像なので基本撮影の裏側、どのように劇場版2が撮影されたのか、また包み組ではどんな撮影方法なのかも見ることができます。他のトリックシリーズのメイキング映像などを見たことがあればよくわかるかと思いますが、基本的に台本通りにはいかないというのが、この特典映像を見てもらえればわかると思います。詳しい内容は実際に見てみてとしか言えませんが、こんな出来事があったのか、そんな裏話があったのか、みたいなのを知ることができるのでぜひ見てほしいです。また出演者のインタビューなども含まれていて、見応えがありますね。ただし、この明日、トリックの現場に出ても困らない、包み組を乗り切る108の豆知識、トリック劇場版2現場マニュアルは、途中で終わってしまいます。理由を言ってしまうと、豆知識が途中で108つに達してしまったため、撮影最終日まで見れないという重大な問題が発生し、途中で終わってしまいます。なバカな、と思うかもしれませんが、突然108つに達したということで終わりを告げられ、DVD のホーム画面に戻されるんです。そのためメイキング映像なのに、撮影最終日まで見れないという欠点があります。というのは少し冗談で、この明日、トリックの現場に出ても困らない、包み組を乗り切る108の豆知識、トリック劇場版2現場マニュアルが終わり、ホーム画面に戻されると、少し変わったところがあると思います。よく見るとタイトルが、今日、トリックの現場に出ても焦らない、包み組を張り切る108の新豆知識、トリック劇場版2現場マニュアル2に変わっており、続きを見ることができます。しかもこっちの方が約36分と地味に少し長いですし、また108つ豆知識を出すのかと思いきや76で終わるし、なんで2部構成にしたんだよ、184にまとめろよ、なんならひねり出して200でいいだろとか色々突っ込みたくなりますが、それもトリックらしいでしょう。これはちゃんとホーム画面を見ていないと違いに気づかない可能性があるため、一部の人は DVD を持っていてもこのトリック劇場版2現場マニュアル2を見ることなく過ごしている人が少数だとは思いますが、いるような気がします。最後に見方ですが、こちらはトリック劇場版 2DVD 超完全版の特典ディスクで見ることができます。トリック劇場版2現場マニュアル2は、先ほど説明したようにトリック劇場版2現場マニュアルを見終わるとホーム画面が画像のように変わるので、ここを開けば続きが視聴できます。この特典ディスクではトリック劇場版2現場マニュアルの他にヤム落ちの旅も収録されているので、かなりお得な DVD だと思います。ただし特典ディスクは通常版ではなく、超完全版を購入しないとついてこないので、注意が必要です。今回ご紹介したトリック劇場版2現場マニュアル。メイキング映像だけでなく、インタビューなども含まれ、しかも2部構成というぜひおすすめしたい特典映像でありながら、同じくらいおすすめしたい特典映像、ヤム落ちの旅も必然的に見ることができるので、まさに豪華な特典映像たちです。どちらも劇場版2超完全版の特典ディスクで見れますからね。ちなみにこの特典映像の豆知識は本当に困らないのか、108という数字と結局合計184の豆知識という部分で、大体多くの人は気づいてはいると思いますが、むやみに何でもかんでも豆知識にしているので、実際に豆知識と言えるのは、という感じです。例えば、まず段取りをします。お茶セット、基本的な現場の道具、など、豆知識じゃなくて普通のテロップでやれ、と言いたくなるようなものが多いです。ただ、もちろん豆知識と言えるような豆知識もちゃんとあるので、困らなくはなさそうですが、少なくともこのトリック劇場版2現場マニュアルを最後まで見れば、どんなに撮影に慣れていても、絶対困ることになるだろうなというのがわかるでしょう。ぜひ気になる方は見てみてください。それではまたお会いしましょう。